松任谷由実の魅惑の世界ユーミン105分。しまいましたけど、数払いなんかもうしちゃった人いますか？炎上今夜は105分シリーズの第3弾ということで私の番になったわけなんですけど、光栄にも、魅惑の105分たっぷりお付き合いください。松任谷由実です。ところで構成の榎木さん、はい、なんかこの間ね、拓郎のだいぶ前でしたっけ、私腹痛を起こしてゲストを休んだりしちゃったんですけど、あの時が2回目で、拓郎 VS 桑田、105分って呼んで、その前が拓郎105分って、なんかやたら拓郎に肩入れしてる105分でありますが、そうそう、拓郎離れをしようということで本来は今回3回目だけども、1回目ゲスト来てもらって、2回目も本当はゲストだったんだけども、腹痛を起こしてこれなかったんで、その罪を全部背負ってですね、今日頑張ってもらいたいと思います。あの榎木雄一郎でございます。榎木さん、はい、ね、いつもお世話になってます。いえ、とんでもございません。ニューサウンズスペシャルでも何度もお会いしてますけれども、最初に何やるかちょっと教えてよ。今日はですね、恐ろしいから、まあ本当に盛りだくさんいろんなことあるんですけども、ユーミンの歌をテーマにした、ミニドラマみたいなのを作ったりなんかしたりとか、いろいろと音楽の方もそういうなんか角度で切ってもらうと、いやいや本人としてももうね興味津々ですけどね。もうこれはね、ちょっとかなりぐしゃぐしゃですけどもね、一つ楽しい臭い世界もありますか？かなり臭いですよ。臭い演技とか臭いもの好き。ユーミンの魅惑をですね、魅力をですね、一糸まとわず赤裸々にですね、ドロッともう全部見せちゃおうという、聞かせちゃおうという風に。いや、足だってそこが深いんだから。いやいや、そこの深いところをえぐり出してですね。あ、そうですか。ドロッといきたいと思います、ね、お手柔らかにお願いします。最初の曲ですけども久々の大ヒット、この世界では何年ぶりだと久々って言われるんですかね。寺尾明があれが随分経つでしょう、ですから。でも久々でもヒット出せば同じだよね。もう大したもんですよね、この言われ方好きくないんですけど。いやいや、でも本当にでも名刺代わりに一発、はい、守ってあげたいを聞いてください。守ってあげたい、まず最初の曲ですけども、はい、これ聞いてて今ね思ったんだけども、少女合唱団みたいなのがあって、小学校の低学年ぐらいのがいてね、みんなね可愛い子で、どうも合わないけどもね、一人歌わせるとすごく可愛く素直に歌ってる女の子みたいなね、印象が僕はあったんですよね。あ、フレーズなんかもそういう感じするかもしれないけどね、私自体そうかもしれないね、そういう子供時代を送ってる部分あるかもしれない、なんかだからね、心が子供のな感じがね、歌の時可愛い。私ほら、合わないっていうところで思い出したんだけど、こう知られざる過去のね、おテーマを話すとね、NHK の昔ステージ101ってなったじゃない、あれのオーディションをさ、高校の時に受けに行ったことあるわけよ、恥ずかしい話それ別に受けようと思ってね、いたんじゃなくてね、私の下級生のお姉さん、年の離れたお姉さんっていうのは、今 NHK の偉い人と結婚しちゃったけど、その当時そのオーディション係をやってて、その月に人が集まらないっていうんで、学校で誰か目立った子いないかっていう、あれからね、その女の子から新井さん行ってくださいよって話が来て、でこっちもちょっと他流試合をしてみようかみたいな風に行ったのね、そしたらね、最初 2時ぐらいまで受かったんだけどさ、最後に落とされて、なんとか先生とか言う、和田先生とか言うんだっけ、和田さんって、元琉球警察の、あ、そうなの、それでね、
理由はっていうと、まあやっぱりひどかったっていうところもあるんだろうけど単純にその時はあの、うん、個性が強すぎたんだと思ったね。あ、なるほどね、うん、やっぱりあれ個性のない子ばっかり集まってたわけだ、うん、そうだ当時は、うんうん、あ、そうやって納得したんださて、お楽しみのですね、ユーミンの歌のタイトルを変えてですね、我々が独断とですね無節操を武器に作った、僕の自分で書いてる台本ダメよ、演出はおなじみ池谷さんですけども、ミニラジオドラマユーミンシアターというのがありますね。ユーミンシアター。おい、待て。あ、参ったな。次のバスは今のが最終よ。え、あ、弱ったな。今日中に帰らないと叱られちまうんだ。駅まで歩いて1時間、今なら電車に間に合うわ。仕方ない、歩くか。あの、あなたは朝までここにいるわけにはいかないでしょ。歩くわ。よかった、一人で歩くより二人で歩いた方が張り合いがある。何の張り合い？いや、そんな。止まってくんないや。もう1時間はとっくに過ぎてますよ。いくら歩いたって畑ばかり、通る車も止まってくれない。あれ、どうしたんです？泣いちゃったんですか？いやだな、責めたつもりはないんだけど。そうじゃないの。あの子がね、今日も空を見ていたの。あの子？空に続く白い坂道をあの子は探していたわ。昨日見つけたんですって、その白い坂道を。何か意味深だな。僕って割に鈍いんですよ。つまりその子は何を見つけたんです？天国への道よ。え？死んじゃうんですかその子？参ったな、こんなところで泣かれて。ねえ、泣かないでよ。どうしたお二人さん、迷子か？よかったら乗ってきな。駅前の店に荷物届けるついでさ。あ、すいません、助かります。さあ、飲んだ。もうお前はダメだ。どうしてさ。女を泣かせるような男は相手にするなってのが俺のお袋の遺言なんだ。じゃあな。あ、そんな。あの僕は参ったな、もうすぐ夜になっちまう。夕焼け、飛行機雲。ということでございましてね、いかがですか。なかなかあの鳥肌もんがありました。いやもう、ね、こういうやつがどんどん出てきますんで、うん、どうぞお楽しみに。はい、昨日と今日のユーミン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 ってことですね。ニューミュージック界の女王でありまして、いや、とんでもないです。しかも作曲家、コンポーザー界の女王、さらにあの奇抜なステージですね。今や曲馬団の女王というイメージまでも定着しまして、今日の衣装もまたね、キンキラキンの、上着というんですか。シックでしょ。それで下は、真っ白で、これステッチっていうんですか、革ですか、それ。そうです、素晴らしい衣装ですね。僕はあんまりあの洋服の方詳しくないんで、その下は非常に詳しいんですけども、上の方はあんまり詳しくないんで、よくわかりませんけれどもそれからね、ブレスレットがね、これまた金と。そうなんですよ、なかなかね、金でまとめられる、ね、これね、あの金の割と太めのチェーンをしてましてね。でこれあのあれなんですけどね、ギリシャに行った時買ったんですけどね、すっごい値切って買ったんですよ。値切ったら高いでしょ。いや大したことないんです、これがね、値切ってね、5万ちょっとぐらい、中が太いんだけど空洞になってるんですね。大したことないですね。それでね、本当はなんかね10万ちょっとぐらいの値段がついてたの、うんうん、でね、通い詰めたの3日間ぐらい。ああギリシャ。いや、たまたまね、人通りが多い道でね、うんうん、通りがかったたびに値切ってたらね、3日目ぐらいに売ってくれてね、うん、そこで
あのたどたどしい英語で聞かれましたよ、うん、Do you come from Japan っていうのかと思ったら大阪って言ったんですよ、うん、じゃあ大阪のやつが前来てたわけだかもしれないね、うん、それ日本というとも大阪だと思ってた、うん、ネギルと大阪っていうこともあるのかもしれない、うん、大阪のその思い出の品です、うん、なるほど根性で買ったでも普通金って言うとあのちょ、ね、年を召したというか、ええ、おばんがやっぱり似合うんだけども、ええ、若い人もやっぱり似合うっていうのはちょっと珍しいですねそうですかだんだん姿勢が崩れてきました、ねということですね、昔風に言いますと、ええ、ユーミンの生活水験ということでいろいろと聞いてみたいんですけども非常に僕は下世話のことを聞きますのであどうぞまず朝ですね、はいその前に朝の前ですね、うん、夢どんな夢を見ましたかねはコンサートで何をやるかっていうのを必死に考えてる夢を見ましたよ職業意識が夢にも出てきてね、うん、最高の夢があったの、うん、それはねあのとにかくもうアイディアをね、うん、やり尽くしちゃったし、うんどうしようって言ってる時にね、うん、ステージにね、うん、マッケンローが出てくるんですよ、はあはあ、テニスのマッケンローが、うんうん、でね一曲歌うんですよね、うん、となんかお客が喜んだりね、うん、マスコミがね、うん、わーって喜んだりね、うん、でうちの旦那がそれをテニスが好きだから考えたわけ、うん、マッケンローを出すっていうさすがだねとか言ってね夫婦で褒め合ってる夢を見ました夢の中でご主人が考えたわけそう、はあ、夢の中でその企画を考えて実際に出てくるわけ、うん、なるほどね、うん、でマッケンローがねえらいかっこいいんですよ、うん、タキシードなんか着ちゃってね、うんうん、あのステージのずっと今までのやってきたのなんてやっぱり夢の発想みたいなものがあるんじゃないかと思うんですけどねうんやりたいことが潜在的にインプットされることがありますね、うんうん、夢を見たことで、うん夢の話の後ですけども、ねはい、寝起きはいい方ですか悪いですどのぐらいかかります目が覚めてこうスカチッとするまではあのねでも仕事っていうと早いですよ間に合わないと困るからね、うん、だってその割に遅れるんだけど大体 いつも起きるのは何時頃ですか11時頃ですね11時頃、はい、朝起きて一番最初にすることはすることはね何だろう床の中で何着ていこうかとか考える、うん、朝起きてすぐ着替えますいやすぐは着替えませんあのねキルティングのね、うん、あったかいパンツがあるんですよ、うんうん、あのパンツってズボンが、はい、それをね寝巻きの上とかからこうズルズルって履いちゃうとね、うん、暖房費が半分で一冬済むんじゃないかってぐらいあったかい皆さん足元を温めましょう歯は丁寧に磨く方ですか、うん、結構さ歯を磨くのに凝ってますいろいろね買ってきて趣味ですかあの凝るんです凝り性なの歯を磨くの、ねちょっと前にね歯をケアするのに凝ったの、うんはあね、面白い趣味をお持ちで、はい、午前中は調子のいい方ですか午前中悪いですね4時頃から良くなってくる午後4時頃から、朝テレビなんか見ますあんまり見ませんアフタヌーンショー好きです結構離婚の時のね、うん、ほら怒鳴り合う罵倒し合うあれ好き喧嘩したいなんか好きですね、うん、朝に聴きたくなる音楽ってのは朝に聴きたくなる音楽今ね S のっていうのを、ね、気持ち悪くかけてるんだけどね、うん、ペンギンカフェオーケストラとかははは朝はあの体操なんかしたりジョギング前やってるって聞いたんですけどもは、ね、夜中なんです夜中にうんということで、まあ、朝犬と戯れてます犬とね、うん、ゴロゴロゴロってで、昼を迎えて、はい、今あのワイドショーの話が出ましたけども、はい出かけるようのない時っていうのはお昼から、はいまあ、夜にかけてどんなことしてます、ええ、まああの朝昼兼用ご飯を作って、うん、食べて片付けるとね3時頃になっちゃったりするんですよねだらだらやってるから仕事以外で出かけるってどういう用事で、うん、あの本当はねあの映画見に行ったりとかブラッとする時間があるといいんですけどね今年ちょっとあんまりしなかったな反省してるのストックがなくなって掃除は自分でしますか？しません。掃除は嫌い。嫌い。え、綺麗好き？うん、綺麗になってた方が気持ちいいから困っちゃうのね。うん。自分の部屋なんかは自分の仕事場なんてのはいつもきちっとしてる方ですか？あのね、仕事場っていうのがないんですよ。うん。うん、どういうところで仕事するの？作曲とか。うん。食事するテーブルでね、詩を書いたりする。うん。
いつも原稿用紙がちゃんと置いてあるわけですか。うん、あの無造作に置いてあります。例えばあの広告の裏で詩を書いたなんかはしない。あんまりね、しない。ちゃんとやっぱり原稿用紙じゃないと書けない、うん、で松任谷由実っていう名前入りとね、うん、あのクレダカルフォっていう名前入りの両方、うん、うちのマネージャーが印刷屋の娘なんで、はあ、はあ、うん、なんかなくなるとすぐ印刷してもらう、うん。あのさっきあのワイドショーの話でしたけども、ええ、割とワイドショーとか、ね、昼メロとか、うん、そういうのは結婚してすぐね昼メロすごい好きだったね、うん、あれ中毒になるんですよね、うん、あと花たこ箱のシリーズ、うん、いつもあの何日経っても変わらないですね。そう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 、状況がそうなの、うん、いかに遅い脚本かっていう、うん、お昼はどんなレコードを聴きますか。お昼、さっき言ったのがお昼なんですよね、うん、朝聞くのは何ですかって言ったのが気持ちの中で11時に起きて朝でしょ、うん、まあ、昼は大抵聞かないな。昼は聞かない、うん、夜ねクラシック聞いたりします、はあ、うん、じゃあ夜の方行きますけども、はい、得意な料理ですけどもね、はい、最近作った料理どんな料理を作りましたか。最近ね作った人はね、生地重を作ったのが評判良かったです。生地重、うん、はあ、あのよくてんやものであるでしょ。 あれちゃんと丁寧にね自分で作ったらね、うん、あの痛く好評でした。あれはあの例えばその他のやつとはてんやものは違うなんか、うん、テクニックを使ったんですか。強風になりましたね。強風、うん、ってことは味が薄い。そうね、とやや緻密みたいな、あ、なるほどね、うん、卵の切り方とかね、うん、海苔の巻き方とかね。あれ海苔って下に敷くんですよ。あ、そうだっけ。細く切ってね。わかりました。わかりました、はい、思い出しました、うん、あと、三つ葉の切り方とかね、うん、入れ込みました。夜のテレビというのはよく見ます。夜のテレビ、洋画はよく見ますね、うん、あとクイズ番組も結構好きかな、うん、意外にあの教育テレビ好きなんですよ。さんちゃん日本史探訪みたいな世界、うん、教養ものってね、うん、リアルだなと思う、うん、あのよく来客というか、うん、あの友達は来ます。来ます。どんな人が来るんですか。普通の学生とかね、あのまあなんかカメラマンだったり物作ってる人、うんうん、同業者はほとんどないな。お客さん来るの好きですか。好きですね。例えばね、まあ、これは僕らよくあるんだけども夜遅くね、うん、ご主人が客連れてわーなってきたなんかすると、うん、ちゃんと起きて海外しくお世話する方ですか。あんまりそういうことがないみたい。共通の友達が多いからかもしれない、なるほどね、前もって分かってるみたいな、うん、あとね意外にあのファーストフードの店とか行くの好きなのね。あ、うん、ハンバーガーとか、うん、某あの、うん、ハンバーガー、ドライブスルー、テレビで注文するやつあるでしょ、うんうん、あれでね口パクだけで注文してね、うんうん、向こうでハッハッとかさ聞き返したりしてこっちは口パクだけでやってるんですよ、うん、あのそういう悪い遊びしないように。ご主人と二人きりの夜なんてあるでしょ。はい。どんな話をしてます。結構理屈っぽい話するかもしれない。音楽の話。やっぱり音楽の話は考えてみるとあんまりしないですね、うん、理屈っぽいというと、うん、なんか言葉についてとかね。あ、それをなんか楽しんでるみたいな、うん、そうそう。あとね、うん、よく話す話がね、もう就職とかがみんな決まって、うん、あの入社待つばっかりのシーズンだったりするでしょ、うん、そういう子たちがよく遊びに来るんで、うん、誰それは意外に変わったなとかね、うん、あの寂しいなとか、うん、そういう話してます。あ、うん、人の噂で。人の噂ね、うん、人の噂ほど長生きするコツはないみたいな、うん、なるほどね、こういった生活環境からユーミンの音楽の世界が生まれてくるんですね。まあね。ユーミンシアター、松任谷由実作品集より、 This Teeny。お前何もたもたしてんのよ。すいません。師匠の私が恥ずかしいじゃないか。ドラキュラの弟子のドラスケは吸血鬼になって半年、未だに若い女の血も吸えないって妖怪ども笑ってるよ。私は世間に顔向けができないよ。まったく許してください。
お前いつになったら一人前の吸血鬼になって私に恩返しできるんだい。今夜きっと。本当だね。お前知ってるかい、今じゃコウモリたちだってお前のこと見放してんの。しっかりよしよ。はい。もしかしてお前その女に惚れてるんじゃ。ギク、とんでもない。嘘をつきでないよ。わざわざギクなんて声に出して。ああ、だから素人は嫌だよ。あれほど言ったろ、お客には惚れるなって。いいかい、今夜血を吸わなけりゃお前さん破門だよ。待った？うん、少しね。いらっしゃいませ。ご注文は？あ、トマトジュース。あのさ、どうしたの？ドラスケさん少し変よ。俺君と別れなくちゃ。どうして？とにかく出よう。あ、お客さん、トマトジュースは？そんな偽物もういい。本物なんだけどな、缶詰だけど。分かってたわ、あなたが吸血鬼だってこと。じゃあどうして？愛してるからよ。愛にとってそんなことは小さな問題よ。ごめんね、君を騙していた。やめて、嘘つくのはやめて。え？あなたは私を騙してたの？愛してるって嘘だったの？それは本当さ。でもいいわ。何すんだよ。私の血を吸って。あなたのためなら私何でもする。何も怖くない。ユミちゃん、どうしてなの今日に限って安いサンダルを履いて。今日わかった虚しいこと。ドラスケのやつですか。いや、あいつは破門させてやりました。それよりフランケンの狼男がダイエットを始めたって知ってます？お母さん、全部美味しいね。お母さんの味よ。今日わかった、また会う日が生きがいの悲しいです。ということでございましたね。ああ、渋いですね、ウィットのある。いやいや、もうね、なんであそこでサンダルの下りが出てきたんでしょうね。あそこがね、うん、サンダルを脱ぎ捨てたみたいな感じ。あのね、つまり女が決心してね、うん、こう肩を出して血を吸ってって時にふっと見たら、うんうん、あ、肩だったんですか。あれ肩なんです。ああ、私もっと違うとこ出したの。吸血鬼ですから。ああ、うん、あの彼女を取ってみれば、うん、捧げるっていうのは肩を出して血を吸ってという気、うん、ふっと下見たら、うん、安いサンダルを履いてきた。お、なるほど。これ僕はあの、実にね、うん、実にね、もう言葉にならない、うん、ってことでした。おしゃべりなユーミン、おしゃべりなユーミン、おしゃべりなユーミン、おしゃべりなユーミン。この番組を聞いてる人は多分同じ NHKFM のニューサウンズスペシャルという番組をご存知だと思いますけども、高橋元子さんが司会やってまして、私ももう 4回か5回出させていただいて、もうあのあれですよね、このこの間でしたっけ、番組の企画にまで参加していただきました。ほぼ常連ですね。私が構成やってるんですが、以前あのユーミンがゲストを出てきてもらった時にですね、夕闇を一人の中の、はい、あの人を愛してくれる人ならというフレーズでですね、はい、作文を募集した。そうなんです、それがねすごい数来たんですよ。あ、光栄です。もうね、僕もずっとそれ読ませてもらいましてですね、あの皆さんこう
身につまされるような思いをしましてね、うん、だからあのまだね幼い人というか、ね、あの経験じゃなくイメージで描いてる人のは可愛い、ね、まあ、それなりに可愛らしくていいという感じだけど、ね、やっぱりねリアルなものも、うん、もういろいろ ね今での経験の中から本当に血のにじむような話もありましてですね、はいはい、じゃあちょっとこれをあの、ね、今ですね読みまして、はい、ユーミンの感想などを聞かせてもらったんですけども、はい、その前にあの噂の曲といいますか夕闇の一人をですね聞いてください。あの人を愛してくれる人ならっていうフレーズの入った夕闇を一人を聞いてもらったんですけれども、それでは作文をですね紹介したいんですが、うん、はい、中にハガキにですね学校の宿題なんかは全然やる気しないけれども、うん、こっちの宿題をね、うん、優先してやりましたなんて話してまして非常に嬉しかったんですけどもまずあのユーミンの方から一つお願いします、はい、なんかえのきさんの奥さんもこれは最高に打たれたという、そうなんです。私もね読んでこれでもう一発もう5発ぐらい書けるなという詩が書けるなっていう気がしました、うん、長野県小諸市の市村千恵美さん17歳で辛いことがあったんですね、はい、あの人を愛してくれる人ならあの人を愛してくれる人なら私仲良くできる少しでもあの人のそばにいられそうだからあの人のことが彼女の口から出てきそうだからそしてあの人がどんな人が好きなのか分かるからでも彼女はとても優しくて綺麗で私に優しくしてくれるあの人と幸せになってほしいと祈るけどやっぱり心の隅で彼女の別れたのの一言を待っているかわいそうツーンとしてきますね、うん、ツーンとしてきますね、うん、いかがですか、うん、いやこういう発想なかったですね持ったことなかったけど、うん、これは辛いでしょうねでも最後のフレーズがいいですね、うん、なんともね、うん、それじゃあ僕の方が一つ広島市のですね、セラハルミさんかな26歳。あの人を愛してくれる人なら私にあの人を返してください。あの人はきっと誰をも本気で愛することができないでしょう。でも私はそんなあの人を愛しているのです。多分あなたよりも。素直に返してくれって ねこれもツンときますね、うん、じゃあもう一枚はい、はい、長崎市の沢田これ何さんって読むのかな、こっちに書いてありますね、K っていう字、まあいいでしょう沢田さんです。長崎市の玉美さん、はい、はい、あの人を愛してくれる人なら私何も望みません。ただあの人だけを愛し続けてください。それだけが私の望みです。もしもそれができないというなら今すぐあの人を返してください。うん、これもなんかね、うん、こういう経験はあるような気がするな。かなり僕も感動するタイプなんですね、ジーンときたりなんかしてね。皆さんどうでしょうかね、今度は男の子からです。これはですね、非常に黒い影帽子というペンネームですけども、ニヒルなペンネーム、非常に長いんでちょっと省略をさせていただきます。僕は今年で7年にもなる片思いをしています。今彼女は僕の友人と付き合っています。そいつがまたとても気のいいやつで僕はそいつをとても憎めません。そいつは僕が彼女のことを好きなのは知っているがどれほどのものかを知っていない。僕の前で彼女と寝ただという話をするなよ。夜眠れなかったのも1回や2回じゃない。僕はいっそ路傍の石になりたい。あなたは気づかなくてもいい。だけど僕はずっとあなたを見ていたい。僕はこんな情けない自分があなたにふさわしいとは思わない。けれど未だにチャンスを失ったとは思っていない。今に見ていろ。友達が親友がね、うん、あの人を愛している人なんですね。この坊やというかな、いくつだろう、悲しいですねそれも、うんうん、もう一枚、はい、はい、すごくシンプルなんですけれどもね、はい、次は可愛いあの絵はがきでくださいました、うん、岡山県の
大山克美さん、あじゃない 木山克美さん、はい、あの人を愛してくれる人なら悪い人はいないと思うシンプルだけど分かるような気がする、うんうん、なるほどね、これはですねちょっと、これは29歳の方ですけども、はい、どうだろう、なんか切実としたものがあるかもしれませんね、あの人を愛してくれる人なら、10月24日の放送、これ多分再放送ですね、聞いているとき電話のベルが鳴りました。驚きました。彼の奥さんからでした。あの人を追い詰めてしまった私が悪いんですから、これからも時々会ってやってください。どう答えたらととっさに言葉になりませんでした。この 2,3 日思い悩んだんですが、思い切って電話してすいませんでした。恋にも振動が感じられて、私は優しい気持ちになり、今後彼とお会いすることも私のところへ泊まるようなこともないと思うと答えていました。正直に彼は愛してしまっていると答えたい。その場しのぎの答え方は彼女を欺くことになると、妻子ある人を好きになったのはもう2度目。これはその彼の奥さんの方が自分の主人を愛してくれる女性がいて、うん、自分の主人を愛してくれるならば、うん、両方でそう思ってるんですよね、と思ってお互いにこうなんかね、うん、両方の気持ちが分かるような気がします、分かるような気がしますね。どうですか、今ずっといろいろ読んできてですね、うん、ずっといろんなの読んできて、やっぱりあの人を愛してくれる人なら、幸せにしてくださいと言えるという人と、うん、それからやっぱりどうしても心から憎んでしまう、うん、で中にはその人に自分のことを憎んでほしい、うん、なぜならば私も彼女を憎んでいるからとか、うん、いろんな話がありましたね。そうですね、私も作詞でね、うん、あの人を愛してくれる人ならみたいなことだと、一般論にどうしても行くでしょ、うんうん、でいい子ちゃんになろうとするけれどもね、うん、私も憎み続けるですね、うん、方ですね、うん、憎み続けるタイプの女ですよ、うん、どっちかっていうと あの人ということでもすでに自分とは離れてしまった人というイメージがあるんだけれども、うん、例えばですね、まあ、ご主人がある身だけれども、うん、初恋の人いますよね、うん、初恋の人を愛してくれる人に何を望みたい、もうねそういうのは何にも思って顔も覚えていないっていうね状況がありますからね、うん、野となれ山となれって冷たいところもあるけれどもね、例えば昔好きだった人が結婚したという噂を聞いたりすると、うん、私はね不幸になれと思う方その方が健康的だと思ってるの、ああなんかそういうことを全部スプリングボードにしちゃうタイプね、うんうん、狭いと言われるかもしれないけど、ただだから作品の中やなんかではね、うん、もっと浄化した形で、うん、物の分かった女を演じるかもしれませんけどね、うん、本当はねかなり陰険ですよ、うんうん、でも僕らもねやっぱりこれは下世話だけども、うん、いい女の亭主なんて悔しいね、あそうかな、うん、というわけで、まあ、こういうことですね、今おはぎいろいろ紹介したんですけども、約束してやっと今日ここで実現したということで、このように責任ある放送をもとにですね、本編ニューサウンドスペシャル、そして特設の視点105分にですね、今後もどんどんお便りをください、はい、このハガキのコーナーとっても勉強になりました。どれどれ試作はできたかい、はあ、お弓綺麗だよ、三国一の花嫁じゃ、はあ、どうした浮かぬ顔して。父上、私は死にとうございます。何を言い出すんだ、よりによってめでたい婚礼の日に。そりゃ正隆様は立派なお方、頭も切れるし町の娘たちの憧れの的、でも私には好きな人。まだあの浪人のことを申しておるのか。いいかお弓、正隆様は松任谷十万石のお家の跡継ぎ、いずれはお殿様と言われる身、城内の評判は上々、口さがのない者は早く若殿の代になればと噂する者もおる。分かっております。ならばどうして。お父上、お父上には愛というものがお分かりじゃないのですか。愛だと。お父上の考えてることは自分の立身出世ばかり、
私のことなどちっとも分かってくれてないのですわ。愛があると申すのか、あの浪人に。バカバカしい。隊長由美、その浪人、チビじゃないか。お由美より一寸五分ほど背が低かろうが、所詮釣り合わぬ仲よ。今年の桜は見応えがある。さて城へ戻るか。お弓は身重ゆえ体を大切にしなくてはならん。大丈夫でございます。どうしたお弓、浮かぬ顔をして。あれから一年でございますね。早いものじゃ。お主と想定もう一と世が過ぎた。約束の時でございます。約束？くせ者、出会えたくせ者じゃ。何じゃ。お弓、菊左衛門様。誰だこれ。平野氏。どういうことじゃ。世の前で必死と抱きおって。お許しください。娘と一年この浪人を忘れられなければ、その時は二人で死ぬもよしと。どうぞこの首をな、お弓。殿様御所です。私と彦左衛門様を手打ちに。ならぬ。お弓、そなたのお腹にはやや子がおろう。母としてお主は死ねるというのか。それは愛のために死ぬるのは簡単よ。後のことを考えつともよ。しかしお主はただの現在ではない、未来をはらんでおるのじゃ。母として生きねばならん。人はの愛に生きようと愛に苦しもうと、命だけは裏切れんのよ。時代劇に設定を置いたところが渋いですね、かなりデフォルムさせていただきました。でもあの名前が近いとさ、失礼します、あの勝手に使わせてもらいましてですね、マストや十万石とか正隆様とかに使わせてもらいましたけれども、ということで、私も分かりました、僕の声。あ、ねえ、引くの、え、引く材も、引く材も失礼しておりますよ。私ね、前ね、吹き替えに興味があってやらせてもらったらめっちゃくちゃだったんですよ、それ以来もう演技。あ、でもね、があって、ね、いいじゃないですか、ユーミンのなんか例えば洋画とかアニメなんてね、ぜひ聞いてみたいもんですね。独特の才能が必要ですね。昨年の曲です。次何行きましょうか。はい、じゃあ新しいアルバムから、はい、神戸の歌でね、タワーサイドメモリー。はい、昨晩お会いしましょうの中から、タワーサイドメモリーを聞いてもらいまして、はい、さてここでですね、はい、出血大サービスで、これはですね、あのユーミンシアターのこのタイトルですけども、曲ですけれども、はい、全部あのユーミンに選んでもらいまして、それ我々がもう、ね、数多いんですけど、長年やってるからね、意地悪して選んだんじゃないですか。そうですか、あ、でも5センチの向こう岸なんて、私こういうね、脚色してコーナーをお送りするっていうのを伺ってなかったんで、あの勝手に選んだんですけど、5センチの向こう岸なんてすごくストーリー性が、だからね、逆に言うとストーリーがあると、あ、とやりにくいんだ、印象的な部分が、印象の方がね、強かった。そうですか、それは申し訳ありません。デスティニーもすごいあの設定もんだし ね、もうストーリーがあるから、戦いでしたけどね、熾烈なね、はい、ここで、出血大サービスでユーミンシアターをもう一発。ユーミンシアター
松任谷由実作品集より、晩夏一人の季節。ユーミン王国は一年中ほとんど冬であった。冬に挟まれてほんのひとときの夏が肩身の狭い思いをしながら、この国の人と自然に潤いをもたらしていた。松任谷城はひそやかな夏をにぎやかに祝うのが習わしだった。そのシステムは飲み放題食い放題24時間営業であった。お姫様、いよいよ今日でございますわね、夏祭り。お前、門番の披露書と心ゆくまで楽しむんだよ。嫌ですわ、お姫様。赤くなってる。今夜あたりお城を抜け出して、寝心地のいい草むらを探して、朝まで二人で語り合うんだろう。そんなお姫様らしくない下品な目で見ないでくださいませ。でもね、だいたい目星はつけてあるんですよ。月のよく見える丘の、まあ、抜け目のないこと。おや、何かしら。姫、この部屋から一歩も出ぬように。何があったのです、マサートか。隣の国が攻めてまいったのです。まあ、何、兵士の数も武器も我が軍の方が優勢。すぐに追っ払ってやります。まあ105分もあれば十分でしょう。あなたは行かないで。姫、あなたは強くて勇敢な兵士、誰にも負けない騎士。でもまさかのことが。ご安心ください、姫のためにも元気で戻ってまいります。よりによって夏祭りの日に。本当でございます。隣の国ったら気が利かないったらありゃしない。どうしました。敵の死者300、味方の死者1、その一人に選ばれました。まあ、お姫様、気を落とさずに。馬を用意して。馬を。はい、早く。元の歌はね、もう少しこう、うん、いやいや、そのマサーとかっていうのがうちの旦那の顔が浮かんできてね、どうもムードがないんですけども、いや、あのこういうなんていうの、北欧っぽいというかね、うん、あのロシアっぽい方に設定っていうのはこの歌にとって幸せですよ、ね。いや、本当に、もう本当にね、あの歌シリアスなのになんかね、歪曲しました。いやいや、これはね、横手っていうところのね、うんうん、あのコンサートに行った時にね、うん、あの会場が丘の上でね、すっごい夕焼けが綺麗だったんですよ。東北のね、あっちの方に行くとすごくね、北欧とかね、あのあとスイスとかね、ロシアとか、そういう感じがしてね、作ったんで、結構設定がいいんじゃないかなと。合ってますね。そうですね、以心伝心というところで。さすが。はい、一応お答えしておきますが、ユーミンシアターはフィクションでありまして、実在する人物や団体には一切関係ございません。まあ、あのこんな連中が実在するとは思いませんけども。噂のユーミン、噂のユーミン、噂のユーミン、噂のユーミン。やっぱりいろんな人の噂に上ってると思うんですけども、各界有名人の方々にですね、ユーミンを語っていただこうとですね、スタッフの池谷さん並びに三井さんが伝助を担いであちこち回ってきましたので、本人も聞くということでですね、非常に遠慮がちになった弱気な人も
もうズバズバ強気に言った人も私ね、いろいろありますから。よっぽどね、なんかね、話がある人じゃないとね、なんていうの、コメントとか求められてもね、言わない悪い立ちしてるんでね、うん、でもほら、人がなんて言ってるかっていうのは聞きたいっていうのはありますね、うん、はい、まずはこの人でございます。この指止まれ、この指止まれ。7、8年ぐらい前だと思うんだけども、場所はね、今はもうなんですよ、神田共立講堂っていうところなんでね、新井由美っていう人がコンサートやってる東芝のね、某人から誘われてね、まあ、あんまりコンサートその頃人のは見に行かなかったけども、見に行こうって言うんで見に行ったんですね。で本当にそれはね、見に行ったっていう感じでね、ほとんど歌を覚えてないしね、で、歌はほとんど心に入ってこなかったんだけども、えらい足が綺麗でね、で僕の周りってね、その頃まだねニューミュージックというよりはフォークソングっていうふうに言ってた時代ですから、女の人のフォークシンガーっていうのは大体ダメだったんだよね。でいわゆるその男が女を見るときにいい女っていう感じのやつは大体ね、テレビサイドの方の芸能界っていう方にいて、我々サイドの方にはその当時は我々サイドってありましたが、いなかったんですね。それで足が綺麗だってんでね、入場料が800円だったような気がするんですが、800円払っても見に行っていい足じゃないかと、満足して帰ってきて、いつか機会があったらっていうようなことを、思ってましたですね。最近着物なんか着るからね、やっぱ触りたくなりますけどね、触りたくなる女ってよくいてね、よくいてっていうか会ってね、でその触りたくなる女の部類になると、顔はねそんなに綺麗じゃないですよ、化粧落とすと。しかしまあお化粧してね、それなりのいでたちで来るとね、ちょっと触りたくなりますね。結婚した時はムッとしましたけどね。三次女もやっぱり本来はいい女なんだっていうね、ところをなんか示せる可能性を持ってる一人だと思うんですね。だから向こうの欧米のミュージシャンなんかやっぱなんていうの、例えばオリビア・ニュートンなんか30過ぎちゃってるでしょ、可愛い子ぶっちゃってるんですよ、やっぱり、まあ、日本で言えばマスター聖子でしょ、やっぱ可愛いしね、でいい女ですよ。それからリンダ・ロンスタットにしたってね、向こうの例えば今だったらテレビなんかでダラスなんちゅうやってるけど、でビクトリア・プリンスパルっていう彼女も31だとか、30には見えないっていうか、もうつまりその30の定義っていうのがね、だいぶ変わってきてると思うんですよね、男も女も。で最近若年化だから非常に20歳になると老けたとみんな言い始めるからすぐで、21ぐらいになるともうおばんだとかいう女が多いでしょ。そういう中でそういう奴らをなんかおばんと言わせないね。だからやっぱずっといい女でいてくれるということがすごくなんかとても素晴らしいことだと思うし、こっちもなんか、あいつにやっぱ好かれるためにいい男でいいよとか、そういう感じがいいですね。吉田拓郎でした。なんか最後一般論で終わって最初はね悔しいというか、なんかもうすごい本性が出てる。いや私30じゃないですよ、まだ27ですよ。そう、その辺がね、だからいい30になるということじゃないかと思うんですけども、ズバリどうですか今の話を聞いて。ねえ、拓郎らしくない、もっとなんかビシバシいろんなこと言う暴露話とかされるのかと思って構えてたんだけれども、いやいや彼もその怖さを最近分かってたんじゃないですか。さあ続いてこの人です。ユーミンっていう人はですね、まあお世辞でも美人ではないと思いますね、やっぱり。でも大学時代に同じ軽音楽サークルにああいう先輩がきっといたんですよね、僕の時もね。本当に100年に1遍ぐらいのチャンスがあったら声をかけるけども、かけさせてくれない女の先輩っていうのがいいでしょ。一緒に合宿なんかに行って、やっぱり部屋にいますでしょ、2人でたまたまいる。ほんでやっぱり宴会も終わってしらじら夜が明けてきた、ほんでこう手を伸ばしてみたら、やっぱりね、先輩と、あ、もしかしたら関係が持てるかもしれない、ユーミン先輩と関係が持てるかもしれない。でもね、意外とね、ユーミンっていうのはね、
したたかでね、その辺をちゃんと分かってね、こう割とナプキンかなんか挟んでるっていう感じでね、何然そういう日でもないのに、でも一応俺のことを立ててくれる、ごめんって言ってね。サザンオールスターズの桑田佳祐でした。金挟む人とかとばっかり知ってるんだね、きっと。だけど彼ね、あの手を出したりとかなんか言ってたけども、うん、もうね、あの腹棒にべったり自分の方から言っちゃってね、うん、あの人意外にそうですね、すごく真面目な、もうね、女の子紹介してもね、振り向きもしない、ね、でも今の話聞いてどうでした、堅い先輩というか高貴な先輩というかね、お世辞に、お世辞も美人とは言えないけどばっかり印象に残りましたね。それやっぱりね、自分たちもそういうのあるんですよ、あのなんかこうね、うん、美人と認めたくないみたいな。あ、いやいや、 美人だと全然思ってませんけど。いやだけど、うん、そのまあ固い先輩っていうのがね、固くないんですけどね、うんうん、でも私も選ぶから3人目はこの人です。読売巨人軍の江川卓です。そうですね、あんまり人のなんていうんですかね、言った通りにやらないタイプじゃないかなと思うんですけどね。僕も人が言ったようにはあんまりしたくない方なんで、彼女もそんなような感じするんですけどね。やっぱり対談した時に非常に変わってるというか、変わってると失礼ですけどね、あの魅力のある方だったんで、僕もどっちかというとあんまり変わってる方を言われるもんですからね。それで意見がちょっと合いまして、僕が間違いましてね、あのもう引退してしたもんだとばっかり思ってたもんですからね、あのもうまだやってらっしゃるんですかって最初一言言っちゃったんですよね。非常にあまずいこと言ったなと思ったと思ったんですけどね。うちの女房がよく知ってるもんですから、松田さんの歌をいろいろ聞いたりなんかして、後でカセット買って勉強したんですけどね。僕も好き嫌い激しいもんですから、割と好きになる人は強烈に好きになって、ダメな人は全然ダメなんですけど、なかなか男と女の友達っていうのはなりづらいんでしょうけども、あの非常にまあ違った分野でも、あのこれからどんどん親しくさせていただけると思うんですけどね。僕の場合はまだまだあの期待されてやると言っても年月が浅いですからね。で松田の場合はもう非常に長い間そういうファンの方の期待に応える歌を作ってらっしゃいますので、ね、これからもどん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 いい歌を作ってほしいし、ぜひ一度コンサート見に行きたいんですけども。読売巨人軍の江川卓でした。名前言うとかわいいね江川卓でしたって、あのどうですか江川っていうのは。やっぱりすごい人だなと思うしね、うん、私はかわいいと思いません？え？かわいい、あもう好きですよ、顔とかも、うん、顔つきとかも本当に怪物くんという感じのね、うん、ピグモみたいなんで知ってる、ピグモって、うん、なかなかあのこう、うん、拓郎にしても、うん、あの桑田さんにしてもね、うん、そうだけど、うん、あいつが頑張ってるならちょっと女としては可愛くない意見だけど、うん、一つの基準になる、うん、江川さんなんかは強烈にそういう、うん、江川が頑張ったんだから私も頑張ろうとかね、うん、そういう気にさせる、離れてても物差しみたいな人ですね。物差し、うん、さあ次の人は、物差しか定規か、この人です。沢田健二です。ユーミンに、まずご挨拶ですが、あまりお会いする機会がないですが、もういつも意識しておりまして、ね、三大新聞に載ったりなんかしてると、あ俺は乗らんのに、あこいつは乗っとるってなことで、イジイジしたり、またファイト燃やしたりしておりますけど、あんまり頑張ってほしくないし頑張ってほしいしという、そういうね、いたしかえし目の上の炭鉱部、かといって一ファンとしては楽しみだしという複雑な立場にいる沢田研二ですが、うん、ユーミンの魅力っていうのは女にしてはえらいしたたかでですね、まあ、ことは悪いけど狐みたいなところがあって、うまく人を騙すところがあるね。で騙せるというのは、まあ、こちらがこう気持ちよく騙される騙され方というか、いくらでも騙してもらってもう大変結構歓迎できるその騙しなんだけれども、まあ相手に不快感を与えない
その騙し方をしたいと、まあ僕も思ってるし、結局なんていうのか、こう嘘800、現実から離れたところで勝負してるのは2人とも同じような気がするし、またあれですよ、見る側の人も聞く側の人も今はもうそれを承知で見てるんじゃないかな、もう騙してほしいと思って見に来てくれてるんじゃないかなと思うよね。そんなわけで、僕も頑張りますので、ユーミンも頑張ってください。沢田研二でした。いや、ありがたいお言葉を、お返事を一つ、あのね、やっぱりジュリーどっか認めたくない、だけどまあ唯一ね認めちゃうっていうか、同じ美意識の中で、唯一っていうのは歌謡曲の中で、歌謡曲嫌いなんですよ、だけどあの、まあ、ジュリーがすごいなと思うところは、あの仕掛けてるところね、少ないと思うのね、歌謡曲って人の歌を歌うことが多いし、自分でメッセージを持つという、その中でメッセージを持てるっていうことがないと思うしね、仕掛けてるっていうのは非常によくわかりますね、いつも挑戦してるとか仕掛けてるというかね、だからやっぱり 本領の部分での大きい物差しの人だしね、共通の友達っていうのはいるんですよ、彼を知ってて私も知ってるっていうか、ジュリーとはあんまりね直接は親しくなりたくないのね、敵がなくなっちゃうから、なるほどね、だから聞くと今の歌なんかもヤヒな歌がいいっていうわけ、みんな、そういう人たちが、ヤヒに聞こえるものが彼に合うみたいなこと言って、本当にそうだなと思う、そういうのこなせる人少ないからね、逆に拓郎とかよりやっぱりあの私の美意識の中ではね、やっぱ敵になる人ですね、そうですね、あのこう班長としてはむしろ同じ中にいるのかなっていう感じも、向こうはだからシステムとももっと戦わなきゃならないから大変かもしれない、私はシステムと戦うっていうことよりシステムがないから、作るのが、システムは拒絶してるわけでしょ、ずっと拒絶っていうよりなんでしょうね、そんなちょっと難しくなっちゃうんで、難しい、やめよう、最後の人です、山明子さん、ユーミンはいつも聴いてる人に、期待通りのものをくれるという、やっぱし野球で言えばその4番に立って、パカスカ打ってくれるという、もうあらかじめそういうのがあるわけで、期待があると、それに対して、ユーミンは期待通りのものをドカッとくれると、その信頼関係がすごい、あれはね、一朝一夕でできるものではなく、才能さえあればできるというものでもないわけですよね、そこが大変な魅力だと思います、ユーミンは素敵だ、私はファンです、はっきり言ってファンです、スターにはいつもよく会ってほしいわけでしょ、でぶちのめされたいというのと、それから本当にもうこっちがぶちのめされてる時に、なでなでしてもらいたい、そこの、 あの奥深くまで、来るものをレコードから感じたいなというのがあります。ステージに、ある魅力よりもレコードにある魅力の方が少し少ないような私は気がしますけど、どんなもんでしょうか。この間逆のこと言ってたんだけどね、ステージはしてほしくないみたいな、いやだから、あの普通はつまりステージが割と地味だから、ね、ステージちょっと派手なことすると、なんかバランスみたいなことで考えるんじゃないかなと思うんだよね、だからね、あっこちゃんっていうのはやっぱりその、まあ、ジュリーの時と同じに、ちょっと前っていうか数年前まではどっかでやっぱ認めたくないっていうね、ところがあったけど、私も年の子というか丸くなってきたのか、やっぱ本当にあの褒めてくれたから言うわけじゃないけど、すごい優れたミュージシャンですね、女の人であれだけの人は珍しいんじゃないかっていうぐらい真面目に褒められる人だしね、だから私はね優れた、自分で優れたミュージシャンじゃないの、
あのスターになりたいっていうか、うんうん、初めからスター願望が強い少女だったからね、うんうん、あのだからそれぞれのスタンスで、うん、なんかこう牽制し合うというか見つめ合うことができるんじゃないかなと思うけど、うん、なかなか光栄なご意見でありがたいした、うん、今あの非常に認めるってことだったんだけども、他に例えば意識してるミュージシャンっていうのがいますか、うん、今出てきた人以外で、ね、そうですね、あんまり同じジャンルっていう、拓郎がさっきこっちサイドとかっていうのはその頃あったけどなんて言ってたけどね、私はね未だにこっちサイドあっちサイドっていうのはあるんですよ、うんうん、でもこっちサイドっていうことではあんまりね本気ですごいなっていう人っていない、いないみたいなのね、自分が一番、いや、うん、そういうんでもないんだけどさ、なんて言ったらいいのかな、だから、うん、あの人はあの人で認めちゃうっていう感じで、うん、そっから先のね葛藤がないの、だけどまあ今ねいいなと思ってるのはねジョニー・ルイス&チャーね、うん、そういうねミーハー的に好きとかいうのある、うん、かっこいいっていう、うん、かっこいいものが好き、うんうん、今のずっとそのみんなのコメントを聞いてるときに非常に神妙な顔をしてたんだけども、うん、他人の意見も非常によく聞く方ですか、うん、聞く時間と聞かない時間とある、今はすごい聞く時間ですね、聞いてすごく自分でそれなんか気づいたら直そうとかこういう風にしていこうとか、そういうんじゃなくてなんかポジショニングをいつも考えるような寂しいところがあるかな、ポジショニングというと自分のだからね、いつも絶対的にあの仕事してるでしょ、うん、レコーディングとか、うん、あのステージとかを、うん、もう自分が絶対なんだとかと思ってやんないとね作れない時があるから、うんうん、でも作った後はシンガーソングライターってどうしても自分で自分のスポークスマンしたりする、うんうんうん、その時 の, あのじゃあ自分はどういう立場にいるんだろうとかっていうことをね、うんうんうん、考えると潜在的に次 の,、うんうん、あのなんていうの自分の世界に入った時に影響が出てくるのかもしれない、うんうん、なるほどね、理屈っぽくてすみません、じゃあもう一人あったんだよね、それじゃあそれを聞いてください、僕はもうあの長年こう付き合ってるんで全然もうどこが何なんだかよく分かんないんですけれども、そうですね、まず作家としては、うん、いろんな面でやっぱり洗練されてるっていうことでやっぱり多分あの誰にも負けないというか、その作家としての部分はものすごい評価してますし、歌手としての部分っていうのは、本人は根性とかそういう言葉がすごい嫌いみたいなんですけど、やっぱり根性はすごくあるんではないかと、まあ、根性というんじゃなくて、まあ、ガッツというのかよく分かんないけど、あのすごいこう執着みたいなことが強くて、うん、やっぱり歌手としてもう やってるわけなんだから、僕はやっぱり死ぬまで続けてほしいっていうか、あの引退とかそういうことはまあ考えずに突っ走っていいんじゃないかと思います。だから頑張ってほしい、あとはよくこう、まあ、習慣指摘になっちゃうんだけど、主婦としてはどうかっていうと、これはなんて言ったらいいのかな、あの最初は主婦業みたいなことを、結婚した当初はやってたんですけども、あのだんだんやらなくなってね、仕事の方に割と熱を入れるようになって、これでうまくなくなるかなと思ったらそうでもないみたいで、まあそれもだからやらないって言っても、うーん、まあ普通の主婦ぐらいはやってんのかな、やっぱりなんだかんだ言っても一番魅力的なんじゃないのかな、僕にとってはね。松任谷正隆でした。いや今日どうしたんだろうね、すごい褒めてくれてる、いやすごいですね、なんか、うん、理想的な夫婦みたいな、いや申し訳ない俺 もう少し聞いてたら愛してるよって言うんじゃないかと思った、ね、いやいやそんなことはないでしょうけどね、いやびっくりしましたね、これは本当はね知らなかったんですよね、ユーミン、ね、知らないんですよ、台本にも書いてないし、急遽ね、撮ってきてもらったんですけども、ご主人ごく親しい人の赤裸々な、でもね他の、いわゆるニューミュージックのね、うん、あの シンガーソングライターの女の子たちが、うん、私より若い人たちが、うん、その理想的な活動してますねっていうわけ、うん、私に、
そうかなっていうか、それなりにね、うん、大変な部分もあるんですよ、うんうん、いや意外に大変でもなかったりなんかするのかもしれないけど、うんうん、旦那に追うところはやっぱり大きいですね、うん、口の悪い吉見優子なんかはねその女のシンガーソングライターの価値はあのいい仕事しやすいね、うん、人とくっつかよとかなんか言ってるけどね、うん、そんなことはないんでね、うん、やっぱり最初それなりの動機で、うん、ちゃんと純粋にまとまったんだけれどもね、でも本当そういう意味では私の活動が理想的だとしたら旦那に追うところは大きいですね、うん、であの引退とか言わず死ぬまで歌ってほしいとかって言ってくれるとは思わなかった、うん、そういう話したことないから、あの結婚して良くなる仕事がよくできるようになる男っていますでしょ、うん、そんな感じがふとしたんだけどね、ああの女だけど、うん、私が女だけど、うん、結婚して仕事ができるようになりましたね、そういう意味では、ね、そういう意味ではあのつまらないことを煩わせない、うん、られないでだからっていうのがね、うちの旦那がねあんまり世俗的なその男同士の競争とか、うん、そういうことに立ち入らない人なのね、うん、なかなか考えさせられて、うん、非常にいや面白い、困りましたね今日は本当に、はい、照れないようにどうもありがとうございました。ユーミンシアター、松任谷由実作品集より、魔法の鏡。王子様の口づけで長い眠りから覚めた白雪姫はお城に招かれて王子様と幸せに暮らしておりましたけれど、あなた、私やっぱり許せないわ。待ってくれ、私は浮気などしておらん。浮気？あ、そうなんじゃないの、私が許せないのはお母様、あの悪いお妃よ。済んだことじゃないか、今は幸せなんだしいいじゃないか。いいえ、よくないわ、悪は悪よ。そんなシビアなこと言うなよ、人間いいと悪いで釣り合いが取れてるんだ。それにこういうわだかまりって美容と健康によくないわ。ねえあなた、あのお妃の、そうだわ、魔法の鏡を召し上げてきて、早く早く行ってきて。すごい剣幕に押されて王子様はしぶしぶ兵を出した。一方お妃は、鏡よ鏡、鏡さん、この世で一番、もう一番のわけないわね、この世で美しい女ベスト10に私入ってるかしら。お妃様はベスト10圏外。もうひどいわひどいわね、え100番ならどう？入ってません。1000番、10000番、大負けに負けて松任谷由実と私とどっちが綺麗？それは番組の都合上答えられません。お妃様。あら、いい男。近寄らないでください。その魔法の鏡もらい受けに参りました。あら、あなた運送屋さん？私が時給500円のアルバイトに見えますか？隣の国の王子です。じゃ、あの白雪姫の夫です。ってことは私の向こう？向こう行ってください。ダジャレは番組の品位を落とすわよ。とにかく魔法の鏡はもらっていきます。いいわよ、もう私には用はないし。お妃な、何？手伝ってください、重くて持てない。あれがさ、一緒で最高の本当の恋だから。よいしょっと、ほら白雪姫、魔法の鏡です。ありがとう。で、この魔法の鏡何に使うんだい？この世で一番美しい人は誰？なんてくだらないことは聞かないわ。鏡よ鏡、鏡さん、王子様は浮気をしてるでしょうか？ほら待て、そんなこと聞くなよ。悪いじゃないの。お、聞くなよそんなこと。やっぱり浮気してんのね。俺のことをもう愛していないのか。この後大喧嘩になって再び白雪姫が7人の小人のもとに帰ったという話はあらゆる児童書から削除されている。あれがさ、一緒で最高の本当の恋だから。あれがさ、一緒で最高の本当の恋だから。白雪姫続編、続編をね、魔法の鏡という歌を
お借りしてですね。だこれもウィットがあって楽しかったですね。さあじゃあこの辺でもう一曲いきましょうか。はい、どれをいきますかね。じゃあまた新しいアルバムからですけれども、はい、カンナ8号線。昨晩お会いしましょうの中から、カンナ8号線、もちろん松任谷由実さんでした。どうしてなのかね、あれは理屈っぽくなる性格ってあるのかな、あれ理屈、うん、本当は理屈っぽくなくてさ感性的に生きてんだけど、うん、そうそう、それをねすごい説明しようとしてね変な癖がついちゃったの、うん、どうせ分かってくれない人にはさ、うん、あのね、そうなんだよね、ふわってしてればいいんだけど ね、うん、だからね、なんかこうサービス精神からそうなっちゃったのかもしれない。あるいはあのなんていうの、自分を弁解するんじゃないけども、うん、こう好き勝手あってね、うん、で後ろめたいことわけですよ、うん、人に言われると。そうかもしれない。だから実はどうしてこういうことやってるかというと、っていうのを説明をしなきゃいけないみたいな、うん、そう、本当に靴っぽくなっちゃったりするんだね、うん、だから、うん、本当はもう自由にやっててさ、うん、結論割と出る世界じゃない、音楽の世界って。そうかもしれないね。スポーツ界ほどじゃないけど、うん、意外にクリアかもしれないね。例えばあのヒットもそうだし、うん、あるいはコンサートにお客さんが来るもそうだし、うん、あるいは長いことのね、やっぱり、うん、人気を保ってられるというか、うん、まあ、人気というか自分の音楽性保ってられるとかさ、うん、それが結論なんだけど、だから初めにあんまり理屈言っちゃってさ、うん、その通りじゃなかったかするとね、うん、あとね、自分を追い込むっていう性格あるみたい、うん、最初大冗談に構えてバーッとか言ってさ、ああ そこに自分が追いつかないといけない、プレッシャーをして、うん、時々例えばね、うん、こういうことないかな、あの虚しくなったりするってことない？ある、例えばあるある、自分はヒットも出してきた、うん、あのステージもよくやった、うん、それほどでも、ね、それで何になるんだみたいなさ、あるある、それは贅沢な悩みだって言われるけれどもね、うん、でもあんまりそこに立ち止まらない、たまにひょっとかすめるけど、うん、僕なんかは割とね、そういうふうに落ち込んじゃう方なんでね、つまりどうせ死ぬんだからバカバカしく楽しくやろうってのと、どうせ死ぬんだから一生懸命やったってしょうがないって、両方がねこんなになっちゃうの、そういうことないですかね、うん、なんかね、そういうのの名誉欲が結構強いみたい、うん、としたら物欲より強いかもしれなくてね、だから誰かがなんか画期的なことをやろうとした時に、うん、もう先にやってたみたいなことが好きなのよね、うんうん、よく言われるんだけども、うん、何が欲しいかっていうんで、うん、お金か、うん、まあ、男性あるいは女性にモテたいか、うん、それとも名前が欲しいかって言うと、やっぱ名前なわけだ、うん、そうみたい、名誉欲なんだ、うん、お金が欲しいかっていうのはね、お金のねありがたみみたいなものをまだあんまり知る状況になってないみたいね、うん、それとモテたいかっていうことはね、あんまり若い時から考えたこと、まあ今も若いと思ってるけどあんまり考えたことないの。あ、そう、うん、こっちが思われたい人から思われたいっていうことだけでね、うん、やっぱ最後かな。例えばあのこういうね、人前でとなんかやる人っていうのは、うん、一人の男に愛されるよりも何十人何百人のものの男に愛されたって、そういう気持ちない？そういうもんでもないかもしれない。結果そうなったらいいなって。まあ、なるほどね。うん、贅沢ね。いやでも、じゃあ具体的にこれからの予定として、来年また新しいステージを。うん、だからね、ずっとなんかね、同盟に活動ができるような状況を作りながら走っていきたい。うん、ええ、じゃあ、この辺ですね。ピアノの弾き語りは何ぞですね、はいはい、お願いしたいんですけども、ね、年賀状代わりに、ユーミンの未来を占うような一曲という歌詞書きが書いてるんですけどね。あ、本当に、そうでもないんですよ、僕が書いたんですけど、かなりね、優しい言葉のラブソングなんですけど、ハッピーニューイヤー。今年
スタジオで弾くのって怖いね。で放送でっていうの、あ、ハッピーニューイヤー、うん、非常にそうなんですよ。これ全部弾き方をね、うん、作るときあのから作ってあってね。いや僕はねずっとあの、ね、失礼ですがあの、うん、お顔をずっと拝見しておりましてですね、うん、真剣に歌ってたでしょ。いやあのやっぱり女優が芝居やってるときは一番綺麗だし歌手は歌ってる時が一番綺麗ですね。あ、そうですか。いや、もううっとりした、ね、今日はもうね、うん、拓郎と桑田から、いやいや、だから桑田君はもう間違ってましたね。あれは見る目がなかったんだよ。いやいやいや、いや、いいの、それなりの人から言われりゃさ足だっていいんだけどさ開きなってこるんですけど、本当にいいあの年賀状もらったような気持ちでね。あ、そうですか。しっかりもうね、うん、気持ちよくなっちゃったんで。いやでもね、今日本当コメントとかいただいてね、うん、あのえのきさんにもシアター作っていただいて、もう一発ね、最後にね、はい、臭いやつをね。そうですか、臭いの好き。ユーミンシアター、松任谷由実作品集より、あの日に帰りたい。ヒロシと別れちゃったんだってユミ。うん、さっぱりしちゃった。もう強がりって、あんなにうまくいってたのに。私てっきり結婚すると思ってた。済んだことよ。遊びようか京子、これから予定は。うん、ゼミがあるんだけど出たくないんだ。じゃあ飲みに行こうよ。飲んでさ、ディスコ行こう。ディスコ、新しい男補充しないとね。え、行こう。まあユミの気持ちもわかるわ今日は徹底的に付き合っちゃう。泣きながらちぎった写真。おめでとう京子。ユミよう、花嫁衣装重くて重くてかなわんよ。まったく孫にも衣装だよ、よく似合ってる。でも変だね、あの日のディスコで知り合った人と私が結婚するなんて、うん、巡り合いは不思議さ。それにさ、ヒロシと彼が会社が一緒だなんて。ヒロシ来てるよ。よしてよ、私今付き合ってる人いるのよ。ほらみんなが花嫁待ってるわ。
お邪魔します。いらっしゃい。散らかってるでしょ。片付ける先から子供が散らかすもんだからあなた、ユミが来たわよ。ユミ、あなたには内緒にしてたけど、ヒロシが来てるの。ヒロシ、私帰る。久しぶり。ご無沙汰してます。な、何よ、何かしこまっちゃって。やっぱりお似合いよ、うん、ね、もう一度やり直してみたら。僕の気持ちは8年経っても変わってない。ユミだってそうよ。そうでしょユミ。青春の後ろ。間違っていたかもしれないけれど、でもやり直すことはできないわ。もうあの頃には戻れないのよ。じゃあ二人が今日出会ったことにしてさ。ああ、そうだそうだ、ね、うん、さあ陰気な顔しないで。乾杯。ああ、乾杯乾杯乾杯。送ってくれてありがとう。よかったら電話をください。でも、嫌よこんなところで。もっと早くこうしてくれたら。青春の後ろ姿を人は見る。臭かった、なかなか良かった極めつけ本当にね、皆さんいかがでしたでしょうか。今後もですね、105分シリーズをね続けていきたいんですけども。どういう風な予定があるんですか。いや、もうね、全く予定皆無でございましてね。あの、目星はついてるんですけども、あの105分というのは長い時間で、これはあのやっぱりちゃんとね、他にもいっぱいいろんなクラシックのファンとかジャズのファンとかいるのに ね、うん、この、まあ、ニューミュージックというか、そのファンのために咲くわけですから、はいはい、こちら側もね、聞く側もみんな一生懸命やらなきゃいけないっていうね、うん、例えばね、どんな人がいいですかね。推薦者 A ちゃんやったんでしょ。矢沢永吉はですね95分でやった。あ、そうですか。10分足んなかった。あ、うん、いや、あっこちゃんなんかも面白いと思うし ね、 さんね。ただあの長いの彼女もよくやってるからね、うん、全く違う切り、子供がどうのこうのとか、うん、そういう切り方じゃないないやつ ね、 ね、ないやつをね。だから違う切り方すれば、うん、今日はいろんな人 いるんじゃないですか。今日はうん、やっぱり切り方があの今までと違うっていうのはこのシアターですよ。あ、うん、本当にね、照れくさいですよやっぱりね。ご大変照れちゃったなんかしてね、すっごい照れちゃった、うん、やっただけで本当にね、うん、長い時間どうもありがとうございました。どうも、今のお話をね、これからどうしようかってことで参加した段階で、もはやこの番組から抜けられないと。そうですね、今後もですね、うん、なんか今度コメントやなんかで、コメントなりいいこと言いたいと思います。今度あのこれちょっともしかしたら成功したらですね、うん、そのユーミンシアターが、今度はあの声としてですね、役者としてどうですか。うわ、 あるいはあのちゃんと勉強しとこ、その人のために詩を作ってそれを朗読するとかね、あ、いいですね。そういうのも考えて、うん、であの聞いてる皆さんもぜひこの人で105本をやってくれと、その時はこういうゲストがいいぞとか、こんなことできんじゃないかというような、アイデアなり、企画などありましたらどんどん、お寄せください。NHK の方にですね、待っておりますんで。でもさ、ほら、役者の世界と違って、歌手ってで特にニューミュージックの方っていうのは一緒に何かをやるっていうことがないじゃない。お互い固くなな部分もあるし、うんうんうん、作品を自分で作っちゃってるからね、独立してるっていうところもあるけど、なんかあの夢の共演ができると面白いです ね、 あんまり自分の音楽性とかっていうことにこだわらず、それも2人は3人じゃなくて、だから分子劇みたいなもんでいいわけよ、ねえ、うん、その時グループ作っちゃってね、これは面白いですね。私ひな祭りコンサートみたいな発想は絶対嫌いなんだけどね、ただなんかを集めりゃいいとかさ、そういうのってよしてほしいと思うけれども、なんか、分子劇みたいなのってあったら面白いよ。ね、うん、どうですかね、池谷さんね、今池谷ディレクターがいいんじゃないかという
非常に軽率な判断で、だからそのためには本題と違うところで、マッチするといいですね、何かが。ということでね、皆さんもいろいろとご意見を、企画なりお寄せください。最後にですね、はい、ユーミンからですね、聞いて、くださった皆さんに、はい、お別れのメッセージなんぞですね、まあとにかくね、理屈っぽかったり傲慢な発言が多いんで、活字にすると余計きつくなったりするし、まあラジオで弁解できる余裕があるところで言っておくと、でも自信を持っているという態度が一番のサービスだななんて思ったりするんですよね。これは粗品だからとかっていう愚災ですがという、ああいう言い方が常に言うんですけど、一番失礼なんじゃないかと。だからちょっと多少傲慢に聞こえてもですね、自信を持っておすすめ、一応態度としてはそういう商品だということを納得いただいて、これからもすごい嫌いだっていう人もいるかもしれないし、この番組は多分でも何らか興味持ってくれてる人が聞いてると思うしね、応援してもらえたらね、それを明日の活力に私はしたいと思います。どうも本当に今日はありがとう。105分、出演松任谷由実、榎木雄一郎、吉田拓郎、桑田佳祐、江川卓、沢田健二、矢野亜希子、松任谷正隆。ユーミンシアター出演、三谷裕二、横澤恵子、野島昭雄、熊切恵子、そして北浜春子。音楽柳田博、演奏ハイハイパパ、作構成榎木雄一郎、技術遠藤俊夫、演出池谷宏。ユーミン105分、心の中に潜むあなたの中のユーミン。ユーミン105分。